林やし子、1865年1月11日から1946年、昭和21年3月24日は、教育者、キリスト教の社会事業家。王の林や子の生誕地石費の林や子の生誕地石碑の側面前8 6 5年1月11日越全国大イヤに、王の藩士、林長蔵の長女として生まれる。1877年に、 石川県第三女子師範学校に第一期生として入学する。明治天皇の巡行の折は、名代として来航した大隈重信の参議の前で、日本外史の一説を講義し、金一風をもらう。1880年に卒業後大野町の優秀小学校で勤務する。小学校教員時代に歌人深和を機に和歌を学ぶ。当時憧れの女性は、下田歌子だった。 1883年10月周囲に進められたこともあり4歳年上のいとこで教員だった坂本大園と結婚。翌1884年長男が誕生するも、夫も林も着手だったため夫の養子問題で子供の誕生後43日で離婚する。その後1885年冬に上京。日本成功会の神田台所長海道牧師の大一から。 米国聖公会の宣教師 c m ウィリアムズ司教を紹介され、司教の名優、古ッ期の娘聖公会宣教師 E.J. バーベックの日本語教師を務める。その縁で1886年から立教女子学校で和漢学や算術を教え始め、キリスト教の説教に深く心を動かされる。女学校教員時代に矢島家じ子を知り、教風会会員となる。 1887年6月に CM ウィリアムズから洗礼を受ける。東京管会の教諭だった小橋勝之助が1890年1月に兵庫県で白愛者という個人院を設立。勝之助は林と神田キリスト教会で知り合い、同じ頃洗礼を受けている。1892年に勝之助に壊れ林が赴任する。 翌年、勝之助スケが病気で死去すると、弟の小橋実之助を後継者として事業を継続する。1894年に白愛者を大阪の郊外大人村に移転する。林は夜間に福島村の真名となり夜学校で教え、その給金で孤児を養った。その後、西成郡上津村に移転してからは、実之助の妻小橋勝江に白愛者を引き継ぐ。 1899年に日本キリスト婦人教風会の大阪支部を設立して支部長に就任。1905年には米国に渡り、ロストンで開かれた万国教風会大会に出席する。1907年に中野島に教風会大阪婦人ホームを設立し、女性のための職業紹介や身の上相談、保護救済を行う。 1909年、曽根崎新地の遊郭火災を機に、矢島か子、山室軍兵らの応援を求め遊郭廃止運動を起こし、世論に訴えるが結局敗北に終わる。1930年強風回復回答となっていた、林は、軍備縮小の署名十数万を集め、ガントレット常子副回答と共に、平和施設として、ロンドンで開かれた軍縮会議に出席する。 1938年に日本キリスト教風会第五大会頭に就任。その後選挙区の悪化に伴い、大阪婦人ホームは立ち退きを命ぜられ、1945年教風会、大阪支部と共に、三島郡、愛村移転、翌1946年3月24日、愛文館で死去する。墓は、安倍の墓地に、大阪婦人ホーム共同墓地と並んで立っている。 林の墓には、リボンで結んだ、地球儀が乗せられ、墓石の片面に、世界平和、もう片面に、歌の祈りと題した言葉、暁の寝覚め静かに祈るなりおのがなすべき教の、務めよが記されている。ありがとうございます。